その時に船木さんが言ったことが面白かったのが、でもさ、死ぬのやめといてよかったよね。佐野さんも結構アイドルを入れ込んだ試合もありまして、はい、石川秀美さんとか赤山優さんとかライブとかね、2人でいたことありました。おー、すごいね。ミッキー・フジロックンロールチャンネル、ウォー、今日は、新日本プロレス練習生時代にお世話になりました先輩方の話を語ってみたいと思います。船木さんのお話から聞いていいですか。船木さん、そうね、はい、船木さんはね、実はというか、僕が入った時は18歳で入門して、で船木さんが当時中学卒業してすぐに入門されたんで、だ15歳ね、年下なんですね。年下です。ただプロレス界の掟というか、あれでこう先に1秒でも早く入った方が先輩なんですよ、はい、うん、ってことでさん付けで話さなきゃいけないというジレンマに陥りましてね。それ仕方ないですね。なんていうのかな、やってるうちにやっぱり年齢というものをこう忘れて、うん、とにかくもう先に入った人の方が先輩っていう認識をこう自分の中にこう植え込んで、うん、はい、そうするともうね、何の抵抗もなくもう船木さんって呼べるようになりましたね、はい、うん、今だに船木さんですか。今だもちろんです、うん、でちょこちょこね、いろんな会場で船木さんとね最近まだ会ったりとかして、うん、元気ですもんね。いやもう元気で、うん、で一回ね新木場で一緒の時があって、はい、でちょうどたまたまね船木さんも早く来られて、で俺も早く行って、でまだ会場が空いてない状態で、はい、うん、でその時にね船木さんと2人でもずっと2人で立ち話していろんな話して、もうその時もうだから素直に俺はもう本当に船木さんっていうふうに言えるようになったし、うん、でその時に船木さんが言った言葉が面白かったのが、でもさ新日本やめといてよかったよね。どうしてですか。いやだって俺らもほら50超えてるしさ、絶対新日本使ってくんねえよ。絶対クビになってるよ俺たち。やめといてよかったよね。あ、まあでもそうですね。船木さんが前にね、はい、それこそ朝鮮と FMW っていうね、はい、団体の時にUWF 対こう FMW っていうあれした時に、佐野拓磨さんとかその当時道場にいた人たちのねが集まってあれしてて、船木さんって、でそれこそね新日本プロレス時代の道場の話になっていろいろ話して、で船木さんが突然、そういえばさなんで辞めたのって言われて、僕いじめたって。いや船木さんは全然そんなことはされてないですね、僕のあの一身上の都合でみたいな感じで。船木さんはって言われたの気になりますね。いやそんなことないですよ。船木さんの本当だから先輩なんですよ。さっき言ったようにこう1秒でも早く入った方が先輩の世界なんで、で船木さんが3月に、84年の3月に入られて、で僕が8月だったんで、もう、うん、5ヶ月ぐらいもう先輩なわけだから、うん、あれなんですけど、で前ねどっかで会った時に普通にもう、いやリキは同期だよって言っていただいて、それこそあの頃ガキだと思ってたのすいません。さん付けを拒んでた俺が本当になんかなんて人間が小さいんだって思いましたけどね。それ言っていただいたのはね、やっぱ嬉しかったですね。この写真を見る限りでもね、うん、ものすごい人数がいるので、ね、人数はね、これでもだから大量離脱した後だからね。ですよね。うん、だからもっといたんだよね。畑選手がいますよね、ここ。畑さんというのは、多分ね、ライガーさんがさん付けで呼んでたんで、ね、ライガーさんよりもちょっと先輩なのかな。はい。うん、で、佐野さんと同期なのかな。はい、多分ね、あのあたりっていうのはまあ基本畑さん、佐野さん、ライガーさんあたりで同期という形で言われてるのが、微妙になんかライガーさんの中で2人は先輩だみたいなところがあるみたいなんで、はい、うん、常に2人に対してはこうさん付けで呼んでたところありましたからね、はい、うん、畑さんのなんかエピソードとか佐野さんのエピソード、畑さんはね、当時僕残り番って言ってこう巡業を回ってる間に道場で留守番っていう形で、で畑さんはちょうどその時多分怪我されてて、でずっと道場にいて、でもう本当に毎日もう僕と二人っきりだったんですよね、はい、うん、
ただね、あの畑さんっていうのはすごいモテたんですよいつもそれこそ毎日なんか誰かね、あの女性がこう会いに来るみたいな。である日もね、あの女性がこう訪ねてきて畑さんを、はい、でこうなんか玄関口でお二人がお話しされてるわけですよ、はい、でそんな時に電話が鳴りまして、はい、で僕は電話を取って、はい、畑さんいますかみたいな、まあ、女性の方からのね声なんですよね、はい、うん、で、あ、少々お待ちくださいって言って、で僕はもう玄関口の畑さんに畑さんって呼んだ瞬間に畑さんが後ろを向いてこれ出したんですよ、はい、うん、で僕も察知してすいません5分後にかけ直しますっていう感じのね、もうそういったそれが日常茶飯事、日常でしたね。すごいですね。だからもう残り版の頃は僕はあの畑さんのマネージャーみたいな感じでいつも毎日過ごしてましたけどね本当に、いやとにかく本当によく表になられた方で。佐野さんのエピソードは、佐野さんはね、僕あの部屋替え、道場の部屋替えをした時に、はい、佐野さんと二人部屋になったことがあって、うん、でもものすごいやっぱプロレスに対してあの熱心でありましたし、これこれこうしたいつも研究されてましたしね、はい、うん、ただものすごい、だからプロレス用語でいうトンパチっていうんですけど、なんか本当にあのトンパチでしたね、佐野さんはね、はあ、うん、っていうのはなんかあのだからその2人で2人部屋になった時に部屋にテレビが欲しいねみたいな話になって、で佐野さんがじゃあ買いこうかして、ね、で本当に簡単にね、二子玉川のあの高島屋に2人でね、あのテレビを買いに行ったんですけど、でその時の佐野さんの格好がもう本当にタンクトップに短パンにでサンダル履き で電気屋行って、まあまあ高いテレビですよまあまあ高いテレビを店員呼んで、すいませんこれくださいでもうこれご購入ですかみたいな感じでびっくりしてましたけどね。すごいですね。そう、佐野さんはね、うん、やっぱり真面目だったという、真面目でしたね。で佐野さんも結構こうあのアイドルにあの入れ込んだ時代もありまして、だ僕と一緒に趣味があった、うん、僕と一緒にそれこそ当時の石川秀美さんとか、はい、早見優さんとかの、はい、ね、あのライブとかにもね、お2人で行ったことあります。お、すごいですねアイドルのコンサートに行ったこともありますし、うん、その時の格好はどんな格好で、その時はちゃんと普通に普通の格好、普通にちゃんとジーパン履いて歩いてたと思います。その時はさすがにサンダルではなかったと思いますだから後々その朝鮮と FMW でもね、はい、佐野さんと対戦すること、僕だから本当に新日本ではデビューしてないんで、だからその初先輩方と試合できるってことがすごい嬉しかったですしね、それはあの船木さんとも対戦することができましたし、明さんともで、その佐野さんともね対戦することができましたし、うん、はい、今回の動画いかがだったでしょうか。この動画に対するご意見、ご感想、質問などがございましたら、すべて目を通しておりますので、じゃん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 、コメントお待ちしております。最後によろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いします。